My stocking's filled with acid. Am I dreaming? What just happened?さて、それでは今回も NBA2K オークションについてしっかり語りたいなと思っています。大きく変化がありました。もう画面見ていただくとエンドゲームがこんなに手に入っています。無課金です。無課金で3ヶ月か4ヶ月かぐらいですかね、まさかエンドゲームこんなに揃えれるなんて、もう理由はこの1日2日前ぐらいに急激に値段が下がって、それも僕この左端のラメロボールという選手、この選手を取りたくて、この選手が約50万ぐらいかな、ゲーム内でしてたので、なんとかこの50万円を貯めようということで38万、約40万貯まった状態でした。で、昨日見たらこれが4万円になってて、ゼロが1個減ってたんです。で、もうどの選手も全く同じです。ゼロ一つ安くなって、で、ルカ・ドンチッチですら手に入るという状況。で、次回というか NBA2K23 ですか、来年のやつが出るのは9月9日なので、まあまだあと1ヶ月ぐらいあるんですが、で発売されてからも、まあ3ヶ月半年ぐらいは特に人口が大きく減るってことはないかなと思ってるんですけども、カードが急激に安くなったと。変えたらなと思ってたケビン・デュラントにまで手を出せて、そしてこのカードですね、アンソニー・デイビス、ここも、強化できましたということで、ちょっとオークションどうなってるのか一度見てみたいなと思います。特にまあ僕が一番ずっとこの1ヶ月ぐらいかな、ずっと追いかけてたラメロボールが分かりやすいかと思うんですが、エンドゲーム、いいですね、エンドゲーム。こちらが値段的にはもう1万円台ですね。一応昨晩4万円で落としたんですけども、そんなどころじゃなくなってるんかな。2万ぐらいで見てみましょうか。あ、さすがにない。よかった。即決価格でも、4万ぐらいで、うわぁ、3万円台ですね。で、十分買えると。もう10分の1以下まで値下がりしています。なんかタイミングがあるんですかね。僕はこの世界知り合いもいないですし、で、やってたのも3、4年前に、その時もまあオークションばっかり、オークションとドミネーションのみをやってたんですけど、エンドゲームの後に、例えば何かシリーズが出るとか、だとしてももう十分カード自体がこれで、この一つ前のインビジブルのシリーズでも能力も99マックスだったので、不思議ですね。ただまあとりあえずうちはオークションのことを言うだけなので、安くなりましたよという報告を。で、当然というか、レブロンとかでも多分レブロン・ジェームズが唯一まあ今回買ってないカードですけど、どれぐらいかな、5万ぐらいまで一旦持っていったらあるかな。あ、4万円台でも出てますね。レブロン・ジェームズが4万円台でエンドゲーム99のカード、無課金で、でまあ今から全然あと1ヶ月でも運営終了っていうわけではないので、全然いいですよね。やっぱり NBA2K って FIFA とかでもここまで遊びきれない、しっかり毎日やっててもまあまあ揃えれはしても、一番上のカード、ましてこんな2人ね、ケビン・デュラントとレブロン・ジェームズが手に入るなんてことはないので、いや、操作感楽しいです。一応昨日やってみたんですけど、もうどうしていいか分かんないです。誰がシュート打つんやろうみたいな状態、パスも素早いし正確やし、誰でもいけるなぁみたいなところだったんですが、あとまあ唯一ダイヤモンド契約カード、これがまだちょっと高いかなぁと思って見てて、もちろん少しずつは値下がりしてるんですけど、それでもまああんまりしてないかな、大きくは落ちてないかなぁと思ってて、ここがまあしっかり落ち始めたら14,000円ですもんね、ちょっと高いかな。昨晩は8,000円っていうのがあったんですけど、即売れてしまってたので、むしろちょっと値上がり傾向、多分今回のこの
エンドゲームを買って、エンドゲームどれも3契約かな、一番最初の契約のままの人がほとんどで出てるので、カード見てもらうとこの左下ですね、契約が3で出てるんで、それからしたら取ってそのままダイヤモンドの契約をつけてる人たちが多いのかなと思ってて、ここはもう少し待ちかなと思うんですが、楽しいですよこれは。ここまでできるとは思わなかった。なんとかラメロボール取って、でドミネーション回しながら最後にアンソニー・デイビスもう一回狙えたらなっていうところだったんですけど、で操作感としてはあくまで僕の感想ですけど、この中で言うと使いやすいのはやっぱりデマーデローザンです。どこからでも打てるなーで、こうスピードもあって使いやすさがあるかなというところで、そうですね、まあもちろんステフィン・カリーを除いてですけど、こっちはちょっともう別格級にどこからでも入ってしまうので、ただまあこのメンツだと本当に誰の時にどうしたらいいねんっていうぐらいのね。で、あと見た目はもうロンゾボールがかっこいいですね。タトゥーがしっかり再現されてて、ゲームってここまでできるようになったんやっていうかっこよさですね。すごいカード。十分かな。まあもう、レブロンまで欲しいかっていうと、もうすでにこのドンチッチまで手が伸びた時点で自分でも驚いてて、いつかは取ってみたいカードではありましたけど、やっぱ毎回ドンチッチ、それからレブロンはもうちょっと買えない値段まで上がってしまうので、これはちょっと驚きですね。全然これから楽しめるので、1ヶ月とは言わず僕は、まあ23即乗ることもないかもしれない。あんまりすぐ乗らないので、カード出てないですからね、最初ね、序盤は。だからまあまあまた23も同じような時期に入ってもいいのかなとも思うんですが、いいですよ。でまあ操作感だけで言うと、やっぱ予期値がちょっとゆっくりに見える感じはするんですけど、これもエンドゲーム出てるんで変えてみてもいいし、ここからですね、じっくり楽しんでいくと。もうあくまでオフラインで、オンライン対戦は僕はもうマルチですか、シングルじゃないのかな、マルチになるのかな、どこになるやろ、オンライン対戦ってなんかありますよね、あれはもうやってないですね。まあこんだけのカード揃ったんでやってみてもいいんですけど、絶対課金勢やと思われますよね。昔なんかこういうメンバー当時も揃えて、ダイヤモンドが一番上やったかな、なんか全部最高の状態でいったらなんかメール来ましたね。でもその当時も僕は無課金だったので、あくまでオークションばっかりやってたから、1試合するよりもやっぱオークションの方がお金貯めることだけを考えると効率がいいので、1試合やって800円900円ぐらいなんで、まあ4クォーターやると時間もかかるし、それよりはもう、オークション今うちで言うと何かな、あラメロボール、まとめて買いました。昨日4万円でいっぱい買ったんですけど、ちょっと厳しいので、3万円で売ってる、なんでかな、損してますね。まあまあでも今やったら3万円でもあれば十分かなと思って、足のカードを相変わらずいっぱい貯めております。3枚も買ったんですよ。ここね、ずらーっとこの辺りを売る方が儲ける上ではやりやすいので、結局まあずーっと投資でここまでエンドゲーム獲得まで、まあオークションの話できましたけども、まあまだまだもしかしたらここから詰めれるかもしれないので、NBA2K22 ちょっと楽しんでみたいと思います。ぜひぜひまた見に来ていただけたらなと、高評価チャンネル登録の方もよろしくお願いします。ではご視聴ありがとうございました。アトリエ造形の王様ではたくさんのジャンルの動画を日々投稿しています。ゲーム実況、工房のグッズや作品紹介、配信者さんとのコラボ実況、ガンプラリペイント動画、技能検定、技能五輪解説、レトロゲーム実況、イラスト動画、ラジオ動画、ガチャ動画、個展の様子など人気作家になりたくて必死にあがいています。どれか一つでも興味を持っていただけたら、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。きっと興味のないジャンルの動画もたくさん上がります。それぞれ再生リストから見やすくしているので、登録後は通知を切っていただいて、忘れるギリギリ寸前ぐらいにまた見ていただけたら嬉しいです。それぞれが見たい時に見たいもの。